小雪です。アンです。小雪ちゃんのところです。ようこそおいでませ。コスプレポーチの中身見りゃコスプレキャラ当てれるだろう。当てれんの？当てれますよ。なんかすごいドヤ顔ですけど、何を思って。コスプレイヤーっていうのはね、コスプレのキャラによって化粧品を変えたりするわけですよ。眉毛の色が違いますよとか、ちょっと肌の色違いますよとかね、いろんなニュアンスの違いで化粧品を変えるわけです。こだわりですね、これ一つの。我々長年一緒にいますから、なんとなくコスプレするキャラの候補っていうのはわかるじゃない。今までの歴史から考えて、ハマってるジャンルから考えて、この化粧品ならこのキャラでしょ、そりゃわかります。本日は小雪ちゃんのコスプレの化粧ポーチの中身を見せていただこうと思います。ヒントは散らしてます。お、頑張ってかき集めます。でかいね。いつも使ってるポーチね。うちは今2個体制です。通常のポーチから失礼いたします。ベレベレベレン。なるほどね、ファンデーションなんかいいやつ使ってますね。これはママからもらったの。割れすぎ、想像の倍割れてた。落としたら欠けちゃった。ショックだな。これ結構いっぱいあるけどさ、これ何全部使うの？本当に使う時も使わない時もある。おい、ちょっと待って、むずくなったやん急に。キャンメイクのアイパレットがいっぱい入ってますね。エクセルのアイシャドウパレット、これはセザンヌのシャドウですね。これケイトのアイブロウパウダー、コンシーラーこれ使ってんだ。ダッセム、こっちスティックでこっちリキッドのやつだ。待って、むずいな。まだ男装か女装かも分かってない。こっちは言うたら基本的には入れ替えないんで。セザンヌのリップカラー、デジャビュのラッシュアップマスカラだね。アイブロウペンシル、ラブライナー、アイライナーですね。リップグロス、ディオル、ウキョウまでもらったの。ウキョウさんからもらったリップグロス。初公開。初公開もらっちゃった。かわいいよね。めっちゃかわいくない、このベースに塗るんだって。え、そうなんだ。リップクリーム兼ちょっと色つく。ケイトの眉マスカラ、これで眉を消すんですね、きっと。以上が普段ポーチですね。なるほど、わからん、うん、これを全部使うわけじゃないからね。まあ一旦じゃあそちらの方に行きましょうか。こちらのメインのポーチを、変身のストラップついてます。かわいいね、これ。パカ。おお、めっちゃ深いね。ここの前も開くんだね。これは惑わせポイントです。眉毛の色全色持っていく。いつも？いつも。いつも全色持ってってんの？なんて人だ。忘れるから。それではまずこのメインルームですね。私は見つけました。こちら、タングルティーザー。うん、ロングでしょ。さすがに。使わない場合は持っていかないと踏めます、これは。ダイヤモンドラッシュの付け間が3種類も入ってます。これもしかして全部入れてるな。うん、ちょっと抜いてきて。え、抜いてきたってことはこの 3個も付けるの？抜けた場合によって使い分けるので、その時の作画に合わせてというか。これ 3D なの、最近買ったんだけど。普通の付け間はこういう1段の板をこう曲げてる感じなんだけど、うんうん、この 3D のやつはこうなってるから付け間じゃなくてちょっとマツエクっぽく見える。うわ、もうわからんって。クリオのカラーパレット、うん、こんなん何にでも使えるもん。ピンク、あ、ピンクっていうのがヒントなんだ。ケープ、ちょっと軽くセットするんじゃね、これ。ボディメイクアップ、肌を白くする気だ。これも体に塗るやつ。真っ白、真っ白。こっちはちょっと紫。あ、なるほど、肌が白いは情報かもしれない。すぐる素顔、素顔だった。下地、これは実は下地を忘れないように常に入れてるだけ。ああ、そうなんだ、はい、リマビスタの下地とポール&ジョーの下地、コスプレの時いつも使ってる。あ、ケイトのザ・ベースゼロ、スプレー用ファンデ、テーピングは普通に入ってますね。プラスチックテープと、あれ、不織布テープ、あんだ、あれ、この人プラスチックテープ、え、プラスチックの方が剥がれづらいのではって思う。おお、なるほどね。え、どう？いや、もう真っ向から対立。プラスチックの方がね、まさか。最近使ってます。不織布にハマってます。しかもこの太不織布、私の派閥。あの、輪郭をねするのはこっちで、うん、目元のメイクはこっちでやってます。絆創膏、あ、鼻プチだ。これ鼻プチに絆創膏使ってます。この子100均メイクの時に買ったやつ。そう、これ結構良かった。このマーブルフェイスパウダー100均のやついいらしいわ。今まで出た情報は、肌が白い、ロングヘア、多少多分ケープを使う程度のセットをしている、ピンクのシャドウを使う、うん、以上。この中のやつらは何の参考にもならんってことが分かった。さよならします。
眉毛の色はですね、三吉のピンクと濃いピンク、ブルー、紫、グレー、茶色、マスカレ色、カラーアイブロウ。これはくすみ系の色がいっぱいあっておすすめなんです。わからん、ありすぎ。安全ピンと普通のピン、アメピン、ここに参考になるものなかった。前開き参考にならず。カラコンが3色もうダメ、絶対3個も使わんもん。パピーラのワンデー、ココゴマアイス。この子はグレーのカラコンを常にカバンに入れてるという情報を私は得てますので。おーすごい。これはね、カラコン忘れた時にグレーのカラコンを着用して、グレーのカラコンの上から色をね、加工でのせるっていうために使ってます。すごい探偵。まあ予習してますから私。名探偵小雪の必修科目よ。ブルブルームのジェードバイン、緑と青の間みたいな色。ハピーラワンデーのコミント、ブルー寄りかな。この感じを見たところ、私の推理、2色ね、似たような傾向の色じゃないですか。ふきちゃんはこの2色のどちらを使おうかギリギリまで悩んでいる可能性があります。ということはですよ、まだ解釈が固まってないキャラクターのコスプレ可能性がありますね。めちゃくちゃ出し慣れてるキャラクターだったらもうカラコン決まってると思うんですよ。きっとその場に右京さんとかがいたら、右京さんどっちがいいと思うとか聞くんですよ。なので緑青系の目のキャラクター、ロングヘア、ピンク系のシャドウを使う、肌が白い、これを情報に探します。むず。ブルーの目を使ってるのはカムラちゃんか、え、ルビーちゃんは赤だっけ。キャラをさ、画像で調べていい？うん。ラブライブブルー、やべ、これだ、この色だ、ラブライブのルビーちゃん。カムラちゃんも目青いよね。でもこの色と迷うか。でもルビーちゃんってめちゃくちゃ出してるのにこれとこれに迷うことあるのか。色を白くするってことはやっぱアイドル系だから、いやでもヤトも別に白くするだろうな。つけまだ。小雪ちゃんは幼いキャラをやるときはあえてつけまをつけないみたいなことを言ってた気がする。カグラちゃんは14歳、手ばくならないようにつけまをつけないはず。ルビーちゃんにこのハングルティーザーを使うのか。変身の白くて髪の長い子をやってたんですよ。この女の子は果たして目は何色だったのか。もうなんかすごいコンビネンスマンの世界へようこそみたいな喋り方してるよね。果たしてこれは真実なのか。マジこのカラコン2色じゃなかったらもう決めてた、絶対ルビーちゃんだと思ったけど、この2個入ってるのがちょっと気になるな。ブルブルームを買ってみて、あ、これちょっと使ってみたいって思った可能性もあるけど、まだルビーのカラコン研究しているというのか、こんなにたくさん出していてまだ向上心があるというのか。めっちゃおもろい。何がおもろいんだ。私は真剣である。ルビーちゃんにしましょう。ファイナルアンサー、私はラブライブサンシャイン黒沢ルビーちゃんだと思います。正解は、こんなことある。 CM の後。正解は黒沢ルビーちゃんです。すごい、すごい、すごいな。よくわかったね。なんで2個入れてんの。これは理由があって、はい、ルビーちゃんって姉妹なんですよ。黒沢ダイヤさんっていうキャラと同じ目の色なんですね。合わせの相手の色の系統に合わせて使ってます。相手が緑っぽかったらこっち、そう、水色っぽかったらこっち、うわ、そこまで気が回らなかった。確かにな、そこの兄弟は知ってたわ、設定として。悔しい。すごい、でもここまでたどり着いて素晴らしいです。これも結構衣装だったりによる。アイドル衣装だったらバサバサのやつつけるし、制服私服とかだったらちょっと薄めのやつ使ったりとかしてるから、合わせのメンバーだったり衣装だったりによって使い分けてます。だからいろいろ入れてんのはその場でメイクを変えれるようになった。そうそうそう、すげえ。いやー面白かった。面白かった。盛り上がったじゃん。すげえ盛り上がった。私だけ。みんな盛り上がってたのかな。一人でコンフィデンスマンやってたから。生粋の小雪オタクだったらもうカラコンですぐ分かったんだ。確かに、みんなの方が先に分かってた。悔しいな。確かに、私のメディア欄見てね、あ、このカラコンだってなったかもしれない。もし私より早い段階で気づいてたらコメントください。認めます、負けを。負けを認める。さすがにそれは負けたと思う、うん、楽しかった。楽しかったね。楽しかったね。え、だって小雪ちゃんのことを考えてるの楽しい。キモ。キモ。趣旨違う。謎解きみたいに楽しかった。なんかスッと分からない感じが逆に良かったね、うん。
逆バージョンもね、機会があればやりたいですね、うん、以上、空気ちゃんのコロでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。正解は貧乏じゃないんだよ。そんなタイミングある？え、でも早くない？そんなもんか、結構長く私が喋りすぎてる。